三菱 MU-300MU-300 は三菱重工業と米国現地法人三菱アメリカインダストリー社が開発した創発のビジネスジェット機。後に販売権及び製造権がホーカービーチクラフト社によって買収されたため現在はレーセオンホーカー400と呼ばれている MU-2 が好調であった1969年。 MU-2 の後継となる高級ビジネス飛行機を計画した。そこでアメリカ合衆国において市場調査や販売者の意見聞き取り顧客の思考分析を行った結果最高速度は時速500リクマイル快適な広いキャビンを備え競合機種をしのぐ高い燃費効率と経済性を持つことを次世代機のセールスポイントとした。 1975年10月にプロジェクトチームが YS-11 計画を引いた東条テルオに調査結果の中間報告を提出。その後さらに10ヶ月間の調査と計画の練り直しを行い MU 将来機開発計画書が完成した。カナダドルや CAM など当時の最新技術を駆使したコンピュータ設計により、 空気抵抗を考慮したスマートなフォルムとなり、優れた操縦性能と MU- によりも速い巡航速度時速 805km を実現した。1000音速となり新たな技術要素が加わるが、航空宇宙技術研究所、東京大学の協力のもと、独自の翼型を開発し衝撃波を抑えている。MU-300 の機体は MU- により一回り、 大きく、このクラスの中では最も広いキャビンを備えていた。設計者たちは、MU-2 開発当初とは違い、YS-11、C-1、T-2 などの開発を経験した、中堅技術者で、競合機よりも居住性を高め、部品点数を下げて製造コストを抑える意識が高まっていた。m u 3 0の開発は三段階に分けて、 行われた。第一段階では基礎設計を行う。第二段階は4機の試作機を製造し、性能確認を行う。第三段階では、すべての条件が揃った状態で量産体制に入ることとした。1976年に開発に着手し、蒸気のような段階を踏んだ上で、1978年8月29日に初飛行した。 二年間の性能試験を経て、慎重に経営判断した結果、1979年5月、開発は第三段階へと移行した。6月に、アメリカ連邦航空局の審査を受けるべく、試作二号機をアメリカに送り、8月には、対空審査に合格した。9月、アトランタでの NBAA 航空ショーでは、MU-2 の頃の日本製への偏見はなく、 誇らしくアピールでき、ユーザーからの評判も良かった。アメリカではバブル経済が膨張し、同期、節税目的の顧客も含めた人気商品として多くの仮注文があり、プロジェクトは順風満帆に進むように見えた。1979年、マクドネルダグラスの DC-10 がシカゴとパリで相次いで墜落し、数百名が死亡した。 ダグラスの企業体質だけでなく、FAA の審査基準が甘かったのではないかと、連邦議会でも追及された。そのため、FAA は、審査基準を大幅に厳しくする雰囲気となって、航空各社は動揺していた。しかし三菱を含めた小型機メーカーは、この基準は、ダグラスやボーイングなどの大型機に適用されるもので、軽飛行機は、無関係だと考えており、 また完成した MU-300 に自信を持っていたため、事故や議会の追及後も機体の回収などを施さず、FAA が動き出すのを待っていた。だが、FAA はすべての機体への審査基準を厳しくすると発表した。三菱にとっては大きな誤算だった。新たな基準の対策について、前例もなく、設計変更と試験機回収に苦しんだ。 8月の対空試験から9ヶ月後の1980年5月、ようやく飛行試験の許可を得たが、MU-300 は、基準改正後の試験対象第1号となり、航空業界から多大な注目を浴びることになってしまった。しかも、その試験自体が、FAA も判断に迷う内容ばかりで、解釈をめぐって、FAA 内で、 延々と議論を続けたため、335時間、17ヶ月に及ぶ非常に膨大な時間を費やしてしまった。1980年9月には110機も仮受注していたが、手直しや設計変更が至るところに発生し、形式証明を取得できたのは、翌1981年11月であった。日本で販売した時期は、第二次オイルショックから、 バブル景気前の円高不況であったため、売り上げは伸び悩んだ。海外では、三菱の社門である菱形にかけた、ダイヤモンドの名で販売され、速度、スタイル、操縦性及び、低燃費など、その技術力の高さが評判を呼んだが、頼りのアメリカ合衆国市場は、FAA 審査に手間取っている間に一変、政府が高金利政策を取ったことで不況に陥り、 航空業界も軒並み経営悪化、ビジネス機の需要は皆無となっていた。その上、FAA 審査の手間取りで MU-300 の信用が低下、納入の遅れによって契約のキャンセルが相次いだ。110機もの仮契約で自信を深めていた三菱の衝撃は大きかった。高額である飛行機の受注は半ば投機的なもので、 見通しが狂えばキャンセルするのはこの業界の常識であったが、三菱はキャンセルに対する有効な手段を全く用意していなかった。また、三菱は1970年代初頭にあった米航空業界の規制緩和によって激しい競争にさらされるエアラインは、のきなみローカル線から手を引き、そこで自家用や車用のビジネスジェット機の需要が増すと考えていた。 現実に大手エアラインを中心にローカル線は次々に閉鎖され一方の自家用ジェット機の需要は後継機に支えられて増えていただがその目論みは大きく外れた不況によってビジネス機需要は頭打ちとなり一方のエアラインは全米の空港をコンピューターネットワークで結んだハブシステムを導入し主要空港での乗り継ぎの微妙を良くするなど 新たな戦略を次々に打ち出してきた。ビジネス機市場は、大メーカーでさえ生き残りをかけた、非常なリストラ策を講じるほかなく、三菱も追い詰められた。ついには、役員会において、現地法人、前の生産まで議題に上るほどであった。この時、MU-2 で発生した赤字を含め、100億円もの、負債を抱えていた。機体の開発費だけでなく、販売網や、 サービスネットワークの制作によって発生した赤字は、三菱一社で支えられるものではなくなり、総合重工業である三菱では、他の部門から、航空宇宙部門への不満が発生していた。1983年4月、再建された新米は、MU-300 のパワーアップ型であるダイヤモンド2を発表、市場に投入した。ところが、これもさっぱり売れず、 開発費がそのまま赤字に上乗せされてしまい、もはや会社の維持は困難であった。このような事態は三菱だけでなく、小型機業界は軒並み経営危機にさらされていた。1985年12月、小型機の死にせっせすなが、ジェネラルダイナミクスに、デハビランドカナダはボーイングに、ガルフストリームエアロスペースはクライスラーにそれぞれ、買収、といった具合に、 次々に再編が起こった。そこでマイは、巨大防衛企業レーセオンの子会社である、ビーチクラフト社と提携し、MU-300 シリーズを、ビーチの巨大な販売網に乗せてもらうことにした。一方のビーチも、膨大な赤字に苦しんだ挙句に、レーセオンに買収され、経営の立て直しを図っている中、プロペラ機のみの商品に、ジェット機が増えることは、 非常に望ましく、両者の利害は一致した。だが、不況にあえぐアメリカ政府は、対日収支の悪化と、日本社会の急成長をやり玉に上げ、不況の要因を、日本製の自動車や、家電製品、半導体に求め、国民に広がった、対日環状悪化を利用した。三菱もすでに、アメリカの航空部品を、企業から購入できなくなったり、 価格を異常に釣り上げられる被害にあっていた。中期中の機体この状態で、三菱を全面に出して販売することは、ほぼ不可能であるとしたビーチは、提携後に、MU-300 をすべてビーチジェット400の名で、販売することとした。また、販売済みの MU-2 と、 MU-300 のアフターサービスもビーチが引き受けることとなって、マイの業務は大幅に縮小された。その後、マイは段階的に業務をビーチへ移管、テキサス州サンアンジェロの自社工場も閉鎖し、1986年に米国営業から完全に撤退した。ビーチは日本から送られる機体に独自の内装を施して販売し、また過去にマイが販売した。 MU-300 もすべてビーチジェット400として統一した。三菱はその後もビーチが要求するだけの機体を生産したが、ビーチは MU-300 のすべての生産、販売権を要求してきたため、ついに利益が上げられなかった三菱は、1988年2月に設計を含めた生産過程すべてをビーチに売り渡す契約に合意し、同年に、 日本国内での販売も終了した。三菱は小型企業界から完全に撤退し、MU-300 は101機の販売で膨大な赤字を生むこととなった。ところが、1990年にアメリカ空軍が B z ジ 400A の練習機型 400T を T-1 エージェンホークとして採用したことから話題となり、1990年代には日本が 不況にあえぐ一方、アメリカの空前の後継機に支えられて売り上げを伸ばした。1994年からは航空自衛隊でもビーチから導入した同継機を T-400 と称して使用している。なお、ビーチジェット400はその後、やはり冷戦ンに買収されたホーカービーチクラフトの販売ラインに組み込まれたことから、 ホーカー400の名称に変更されている。飛行中の機体エンジンを機体のビブに装備する、ごく一般的なビジネスジェット機である。MU-2 で用いた、高翼面荷重に、全翼にわたるフラップとスポイラーを組み合わせた、独特の設計による、新型翼を採用することにより、当時の同級機では最速である時速 800km を超える。 高速性と低い着陸速度を実現している。ビジネス用の快適な居住性を確保するため、キャビン断面を楕円として、内部容積を大きくし、高級感を備えた、ゆったりとした客室を用意した。コックピット風防には、視界の歪みが少ない円柱断面局面を用いており、この機体の大きな特徴となっている。競合機との差別化を図るため、 低燃費性と高い巡航速度という特徴を持つ。出展、初言性能。ありがとうございます。